はい、というわけで前回の動画見ていただけましたでしょうか。 3D プリンターでちょっと大きめの失敗をしたことによって心が折れて動画が撮れなかった前回からようやく 3D プリンターの試作品がご覧の通り揃いましたということで仮組みしていきたいと思います。はい、こちら PACF カーボン、こちら ABS で、これ PLA、 特に意味はないです。はい、特に意味はないんですけど、なんかいろいろな 3D プリンター使ったらこうなったと。これは CD の 3D プリンターで試しに作ってみました PACF の試作品でございます。はい、ABS は全く反りがなく、これポリメーカーさんのフィラメントだったんですけど、非常に安定した品質で造形できていいですね。ポリメーカーさんのファンになりました。はい、はい、この PLA に関して言えば、こちらのね、試作品とかを作って、寸法を追っていたこともあって、そのまま PLA で作りました。はい、本来であれば ABS とかで作りたかったんですけど、まあ、とりあえずの試作品ということで、はい、後ほどもうちょっと強めの素材とかでね、やってみようかなと思います。はい、というわけで組んでいきたいと思います。めっちゃええやんか、これは。めっちゃええわ。なんとなく私が目指しているところが見えたんじゃないでしょうか、これで。いろいろね、あのコメント欄を見ている限り、ダブルウィッシュボーンというものを理解している人も理解していない人もいたんですが、こういうことですよと。はい。で、今回の試作では、まあ、こっちのフレームをどのぐらい詰めるのかとか、そこら辺も踏まえてですね、検討するためにつけましたという感じでございます。今ここ、ね、こいつが適当な位置についてるんですけど、まあ、もうちょっと詰めるべきなんですよ。で、まあ、キャスター角とかがありますので、まあ、どのぐらい詰めて、どのぐらいのこのプレートを作って、どのぐらいのアームの長さをするのかみたいなのをやる必要があると。あ、これはおもろいな。おもろいぞ。うん、ちょっとね、長すぎたんでね、詰めました。はい、ちょっと角度おかしいけど、またがってみた感じで、ね、どんな感じの位置にハンドルが来るかとかね、見たいなということで。はい、あ、こんな感じ。前に行くことはないか。まあ、ここら辺やったら楽かな。はいはいはい、なんとかなるか。なんとかなるか。はい、というわけでご覧のように大量の、はい、試作を行いまして、ようやくね、こちらの方に仮組みした状態で置いてあります。はい、
Fusion 360という CAD を使いまして私設計しているんですが、本職の設計者だった経験はございません。はい、設計という、ね、言葉を使ってはいるけど設計できてないんですよ。はい、CAD 使って数値をねいじりながらやったら正確なね思い通りの寸法で物が作れると設計できると思われがち、そして思ってたりもするんですが、実は結構難しくてできないと。はい、CAD 上にしっかりと採寸された寸法が載ってないとか、全体的なバランスを見れていないとかで思い通りにね意外と数字をいじれない、形をいじれない、いざ作ってみて組んでみたらなんか思いがけないこう姿勢の変化になってしまうというようなことが多々ありまして、まあご覧のようなたくさんの試作を現物合わせですることになりましたと。はい、本職のね設計者さんはねもうパリッとね一発でまあ大体80点90点以上のところに行って、であとまあ100点に向かって、まあ100点にはならないでしょうけど、まあ100点に近いところまでこうね詰めていくっていう感覚なんでしょうけど、私の場合60点ぐらいのところを探すのに非常に苦労したという感じになっております。はい、そして株をこちらに組んでおりますのでちょっと見ていきたいと思います。はい、というわけで現状このような状況となっております。はい、まあ、姿勢的にねこのセンタースタンドを中心にリアに荷重が寄っちゃってるんであれなんですけど、まあ狙ってる姿勢はだいたいここら辺になると、若干これがね上に向いている状態となっております。はい、ダブルウィッシュボーン、このダブルななんかウィッシュなボーン、はい何それ、はい、でまあこういう形にようやくしたかったんですよと説明できる時が来た。長い、はい、言葉ではねダブルウィッシュボーンにすると言っておりましたが、こういう形です。はい、こういう形にしていくという感じになっております。はい、ちょっとねスイングさせてみましょうか。はい、サスペンション今ないんですけど、まあ 3D プリンターのところにねサスペンションをセッティングしてもねまあ壊れるんでね、サスペンションはつけておりません。実際にこれ動くんかっていう話ですよね。まあ平行リンクになっております。で本来はここにサスペンションが入ってるんですが、こちら側にサスペンションをつけます。そしてまあ何がしか衝撃がこうねドンと段差を乗り越えたりとかするときにこいつが動くと、動かしてみますね。こういう感じで、こういう感じで、こういう感じで、ショックを吸収するというふうになってます。ほんでね、株で大きな径のタイヤを使った時っていうのはこことのクリアランスが結構ね厳しくなるんですね。普通のテレスコピックでこういう風にストロークするとこことここの距離が非常に近くなって、なんならぶつかるっていう事態になりがちなんですが、まあこいつの場合ですね、ここを基準にこういう感じで旋回することによって、まあほぼ真上にスイングしますので、ご覧の通り結構ストロークさせてもクリアランスが極端に近づくことがないですね。大雑把にこの高さだいたい130ミリなんですよ。130ミリストロークさせると、ストロークさせた時点でこのクリアランスがあるので比較的余裕が出やすいと。はい、というような感じでダブルウィッシュボーン化していきたいなと思ってます。はい、でこのね距離感についてうんぬんっていうのはホンダのゴールドウィングというバイクがこのダブルウィッシュボーンになってるんですよ。最新のモデルは何年か前かのモデルからねダブルウィッシュボーンになったゴールドウィングっていうのがあるんで、ゴールドウィングダブルウィッシュボーンで検索していただけますと、まあこんな感じの私が参考にした形がホンダさんのお手本があるんですが、そのホンダさんのお手本の設計意図っていうのはエンジンがバカでかいと、そして車両もバカでかいという中で、そのバカでかいエンジンはそのままに、まあコンパクト化はしてるたと思うんですけど、それでも既存のねテレスコピック式のフロントフォークだとこのエンジンとタイヤが接近してしまうので、全長が車体の全長が詰めれないがゆえにこの方式を採用したダブルウィッシュボーンを私下部に真似しているので、下部にこの方式が合っているのかどうかっていうと、まあ合ってない可能性は非常に高いんですが、なんでこれをやってるのかっていうと、性能を狙ってのことではなくて
かっこいいからやってるということになってます。はい。なので、まあ、コメント欄でね、それ何の意味があるのというのは自由ですが、私は別に何の意味もないんですよ。ただ、かっこいいからやってるということになっておりますのでね、あらかじめね、説明しておきたいと思います。はい。コメント欄には自由にね、書いていただいて全然大丈夫です。はい。そして、この後どうすんねんみたいなね。この後どうすんねん。ハンドルどこにつけんねん、ハンドル。ね。ハンドルをここにつけたとしたら、ね、ここに、ちょっと仮でパッと。一般的にはフォークがついてるトップブリッジのところにハンドルがつくじゃないですか。同じ方式でつけたとしたらですよ。ハンドルと、一緒にね、スイングしちゃうと。はい。これで言い訳がない。これで言い訳がないんですよ。本家のゴールドウィングの設計では、ハンドルは別のところにありまして、リンクを返してこいつをね、動かす設計になっております。そして、スプリングは抜いてるんですが、サスペンションどこに置くねみたいな。どこに置こうかな。はい。困ってるんですよ。困ってるんですよ、マジで。シンプルに、ホンダのゴールドウィングの方式を真似するならば、ここかなと。はい。マジでどうしようか悩んでるんですよ。ちなみにですね、まあいろいろ譲れないこだわりとかがあってですね、本家のね、ゴールドウィングのダブルウィッシュボーンと構成をね、一緒にできないところがあるんですよ。というのは、このアームの位置、本家のダブルウィッシュボーンのここ、アームのこの上のアームの前のリンク、ピボットは、ステムシャフトより前にあるんですね。で、こいつは後ろにあるから、割とね、剛性感ある保持になってるんですよね。力がかかるシャフトの前後を掴んでいるんで、剛性のある感じになってるんですけど、それができない。なぜかっていうと、ここにフォークが伸びてきちゃってるから。はい。ゴールドウィングのやつは、ステムシャフトがあります。そして、フォークはここからある。ここにないんですよ。ないんですよ。だから、前に行かすことができるんですけど、私の場合、これがあるせいで、もうここにしか行けないんで、だいぶ、アームが後ろに来てるのでスペースも結構ない。はい。どうしようかな、サスペンションとかハンドルとかどうしようかなっていうところでございます。はい。切ったらええやんけって思うかもしれないですけど、これ切りたくないですよね。ここでトップブリッジ作ってシャフトと固定して剛性を維持したいんですよ。ここで切っちゃってここだけで成り立たせようと思ったら結構難しい補強をしなあかんし、ちょっとためらっている。もうこれはこの方式でね、ちょっと剛性に不利ですけど、まあゴールドウィングと比べて不利になったからなんやねんって話で、ここら辺でね、ちょっと肉厚でシャフトの締結、ベアリングの締結とかも工夫してがっちり剛性出していきたいなと思ってるんですけど、なんせスペースがない。サスペンションどうしよう、ハンドルどうしようっていうところで、今悩んでおるという感じです。とりあえず鉄の角パイプとか、端材の鉄板とかがありますので、まあここら辺の余っている材料とかもらった端材なんかを使ってやっていきます。サスペンションをつけた状態でこう沈み込ませれるところまでまず試作したいと思ってます。はい、前の動画でね、紹介してない、こちらの収納の結果もね、ちょっと見ていきたいなと思います。レイアウトを変えています。変えてますが、まあ、作ったのは、こちら、フェイスミルのね、ケース。そして、この2つ、この延長シャンクのケース。この使っているやつのケースがこの下に入るようになっていると。で、それ用のね、まあ、コレットとかここに収納されていると、まあ、ここら辺は前々から持ってたやつ、はい、作ってたやつですね。2段目が、ここら辺が作ったやつですね。これもあぶれていたやつ、これも下に使っているケースが入っていると、はい、戻すケースがね、すぐ分かると。で、これパラレルブロックのケース、これもね、高さごとに形状が分かれているので、
欲しい形状がね、あの高さがここで見て分かるやつになってます、はい、欲しい高さをこうやって取ると、これもね前からあるやつやけど ABS で作り直しました、はい、これね主軸から外した時ちょっと熱かったりするんですよね。なんでちょっと温度高温に強い ABS にしてますと、はい、ポレットがここにあると、使っているエンドミルそのまま収納してケースも横にあると、はい、これボーリングバーのケースですね、はい、3段目はまあ主にクランプ類ですね。2段になっているやつもあれば、はい、こんな感じで1段のやつもあると、まあ多分これは数が増えるということで大きめのやつにしてると、はい、今ね使ってないやつになります。こういうのねこっちにまとまったんですよ。これにまとまったことによってね、これ今使ってないんでどうしようかなっていう感じですね。はい、これもまだ場所が決まってないっていうか、まあほぼ使ってないやつがこの一番下から 2段分ある感じ、はい、まあこんな感じですね。はい、というわけで次回の動画ではね試作などをやってですね、サスペンションを組んだ状態で荷重をかけて動きを見るっていうところをやりたいなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上になります。参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。